みるみるランド。はい、東北地方はこの落花生で豆まきして、こちらがよくやってたのはこれで落花生を持って鬼だとするじゃん。お庭遊びを受けてこうやってこうやってお庭遊びひっくり返るって言ってこんな風にして豆まきしました。何の理由もなく、しかもくっついたしね、ほら本当だ、すごいね、くっついたね、びっくりです。しかも今何の前触れもなくやるよとか予告なしに入ってきました。びっくりしました。いいじゃんそれ、さすがレイラさん。畑とかでこの落花生作るんですけど、本当にお花が咲いた後それがこう潜っていくんですね、地中に。でこの実がなるんですけど、それをですねハクビシンが食べるんですよ。でハクビシンが食べる時にこの薄皮あるじゃないですか、これを剥いてこの状態ですね、この状態にして食べてるんですよね、うんうん、なので例えばその朝行った時に畑にこの殻がね、こういう殻とかがあって、そしたらこういう殻もあるんですよ、うん、で、これの中身だけ食べてるっていう、めっちゃ器用なんです。なのでちょっとハクビシンはね、めっちゃ頭いいんです、あの人たち。はい、じゃあモノマネお願いします。ハクビシンはわからない、なんて鳴くのかも。ナッツだけを食べてるハクビシンのモノマネ、ゴッ。何やらせんねんっていう。やればできるじゃないですか。はい、すいませんでした。多分そんな感じだと思います。はい、炒めるんですよね、ゆきさん。はい、そうなんです。ちょっとね、フライパンで炒めてみようかなと思って、こうなると香ばしくなるのかなと思って、ちょっとやってみましょう。はい、じゃあやってみましょうか。はい。で、焦げちゃ困るので、まあ、フライパン温かくなるのはいいんですけど、ちょっと弱火めがいいと思います。で、まあ、殻付きのまま半分ぐらい、うん、ちょっと半分強ですね、入れてみて、ここはね、残って食べ比べ、食べ比べしてみたいと思います。みるみるランド。これ、もう本当に掘りたても洗って、うん、茹でてもめっちゃ美味しいです。うん、お風大好きです。結構食べるんですか、お風呂。あ、そうです。でもあると食べ過ぎちゃうから買いすぎないように気をつけます。でもナッツは好きなので、なんかこれぐらいの袋でいろんな種類が入ってるやつとかを買っちゃいます。あと柿ピーとかも美味しいですよね。美味しいですね。柿の種もいいんですけど、やっぱりピーナッツ入ってるとちょっとリッチな感じがして好きです。どうなんだろうね。どうなんだろうね。わからないです。わかりません。ピーを見つけやんだけど、ゴールが見えない。うん。なんか変化が出てきたな。あとは直感で、ハクビシンレーナの直感で野生の感でお願いします。やだ、ハクビシンとか、あの人たち本当にね、スモモとかも皮を剥いて食べるんですよ。人間ですらスモモの皮は食べるのに、皮を剥いて食べるんですよ。あと枝豆も枝豆も皮残すんですよ、あの人たち。本当にね、このね、なんか身の中身しか食べない、めっちゃ贅沢さんなんですよ。でしかも、取ろうって言ってたその日っていうか、明日取ろうねって言ってたらその晩に取ってたりとかするから、本当にね、食べる時期をね、わきまえてるというか、ちょうど美味しいとこ持ってくるんですね。そう、持ってくるんですよ。めっちゃ天敵です。食べてみる。いや、今多分めっちゃ暑いですよ。あっちってなってます。それが欲しい。あ、じゃあそれゆくさやダメです。それやらない。あっちって
って。やらない。ハクビシン雪やってください。やんないです。なんで人に振ってたのに。だって絶対暑いじゃん。絶対暑いですよ。だからレナさんだ。ずるい。ずるいですよ、雪さんも。チョコレートコーティングします。あ、それいいかも。じゃあちょっと火を止めて一個、じゃあこれで一回ちょっと食べてみましょう。食べてみましょう、うん、これでまずちょっと一個取り出して。一個と言わず、え、だって全部コーティングが多くないですか。多いです。それでちょっといやいや触ってみてどうですか。熱い。熱い。かなり熱いんだね。じゃあ。熱い。触ってます。ちょっとじゃあ冷まして。冷まして。じゃあもうチョコそこに乗っけちゃえば。うん、分離しないと。それしかないよね。ゆくさんのチョコレート出しちゃっていいですか。出しちゃっていいです。ゆくさんね、チョコレート好きすぎて。必ずね、こういうやつとか。あとね、なんだっけな。いちごのやつとか、いちごとね、こういうチョコのやつとか、何かしら冷蔵庫に入ってますよ。絶対冷蔵庫入ってるんですよ。ほんと面白いですね。ハクビシンのようにちょこちょこつまみながら、ちょっと疲れてもあって、ほんとチョコつまみね、コーヒー飲んで。あ、コーヒー忘れてた。コーヒーいただきます。ちょっとじゃあハクビシンになってコーヒー飲んでみてください。ゆきさんやります。いやいやいや、コーヒー新しい。ちょっといいですか。飲きますよ。これ消せますよ。あ、レッドなの。あ、N かな。アルファベットチョコレート、これは N。 わー、めっちゃ溶けてる。おお。溶けてきた。 AN アナ。アナ、なんでさ、なんでさ、ここに寄せて これだけ1個余ってるの。あ、そっちにいました。あ、ごめんなさい、かわいそうに。はい、ちょっと見えてなかった。溶けすぎかな。なんか色変色してますね。溶けすぎっていうか、逆に溶けてないんじゃない。柔らかくはなってると思う。じゃないですか。美味しそう。めっちゃ絡んでる。ああ、いいじゃん。それで食べたら美味しそう。うんうん。なんかここやっぱり焼け、多分温度が強くて焼けちゃった感じ。いただきます。いただきます。はい。甘いチョコレートの後に来る香ばしい。え、アーモンドチョコみたいな感じ。なんかね、アーモンドチョコよりリッチな感じ。ほんとに、うん、溶けてるチョコレートが本当に美味しい。はい、口に入れた瞬間に、この溶けたチョコレートがふわーってこう全体に香りと一緒に入ってくるので、すっごい美味しいです。食べてみてください。はい、じゃあ落としとるんで。ここで食べるこの豪華さがいいよね、またね。豪快ですね。熱くないのこれ。大丈夫です。あー、なんか、うん、ちょっとリッチな気分が味わえるな。ですよね、うん、全然違う。
なんかこの冷たいチョコレートだけとも違うし、焼きたてチョコナッツみたいなそう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 、なんかちょっと贅沢してるですね、美味しい。いい、これちょっとなんか、うん、美味しい。これちょっと冷ましても美味しいと思う。あ、固まってからも、うんうんうん、いいかもしれないです。あ、でもありますもんね、商品でね、チョコレート、うん、はい、チョコレートにくるまれたピーナッツとか、鉄板ですね、チョコレートとナッツの組み合わせは。そうですね。でこっちの普通にいったやつはい、と普通の、普通のやつ食べ比べですね。いったやつと普通のやつ。じゃあまずこの普通のやつからもう一回、はい、改めて普通のやついる前のやつですね、うん、焙煎はされてるからちゃんと火は通ってる、うん、おいしい、普通においしい、うんうん、じゃあフライパンでいったやつ、そう、私が愛情をかけていったやつです。変わってるかどうか、変わってるかなんか、うん、一緒です。関係なかった。やっ食べてみて、一緒。あ、本当ですか。なんかね、香ばしくなるのかなと思ったら、やっぱほら、ちょっと冷めちゃったからね。なるほど、じゃあ普通の方からいきたいと思います。安定の美味しさで、チョコは私がいったんです。あ、うんうん、でもちょっとこっちの方が香ばしい。本当に、うん、あとなんか食感がちょっと柔らかくなってる気がしますね。温まったから、うん、違いますね。もうちょっと熱々の状態で食べるともうちょっと違うんじゃない？うん、ちょっと熱々だと違ったのかな。うん、まあ私行った人なんで、これ行った方が美味しい、うん、ああ、なるほどね、行った人だからね、うん、多分、うん、でもなんか行った人の方が風味も良くなってる気がします。うん、美味しいです。じゃあ最後もう一回ハクビシンで締めてください。これはもうね、私のハクビシンはみんな見飽きてるから。ねえ、さっきの良かったよ、ヒーロー勇気のハクビシン最後もう一回見たいです。お願いします。やだ、恥ずかしいな。これチョコのハクビシン、チョコピーナッツを食べるハクビシンお願いします。先生、だってハクビシンってお箸とか使わないですよ。あ、そうだね、チョコをつけて食べるハクビシン、行きます。いいじゃないですか、もう完璧ものにしたじゃないですか、それこっちネタ。いや、ほんとすいませんでした、申し訳ございません。はい、じゃあ閉めてください、そのまま。はい、ということで千葉では美味しいピーナッツが取れます、うん、ということで、普通に食べても美味しいし、ちょっと行っても美味しいし、なんならチョコレート溶かしてかけたら美味しいです。はい、どれもね、味が違くってどれも楽しめるので、皆さんもぜひやってみてください。またね、はい、さよなら。